こです。ピンク、ラテ、ティー、ビーン、始まるよ、イエーイ。はい、今回ですね、エコと一緒に1時間お勉強していきましょう。それでは用意スタート。エコはこの単語帳に書いてあるこの単語をノートに練習していきます。こんな感じで日本語、英語で書いていって練習していきます。
これで1ページ分3分の2くらいの英単語の練習が終わりました。1日はこれで終わりなので、次の勉強をしていきたいと思います。次はですね、不規則動詞というものを声に出して練習して次書きたいと思います。 Catch, caught, come, came, do, did, do, draw, drew, drink, drunk, drive, drove, eat, ate, fly, flew, get, caught, go, went, have, had, hear, heard, know, knew, leave, left, by, bought, did, letMake, made, meet, met, put, put, learn, learn, see, saw, send, sent, stand, stood, sink, sank, swim, swam, take, took, teach, taught, throw, threw, wear, wore, write, wrote, speak, spoke, say, said.
感じで原型、過去形、日本語みたいな感じ。日本語はいつも赤で書いています。
な感じで、ポイントは紫で書いて分かりやすいようにしています。でここで終わったので、この単元のポイントを書いていきます。
感じでポイントが書けました。はい、約1時間の勉強が終わりました。私は結構集中してできたと思うんですけど、こんな感じノートにずらーって今回は英単語や動詞をまとめてみました。皆さんも一緒にやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。